今からお尻の方を触っていきますが、頭から後神経が出てて、はい、お尻の疲れを腰の疲れとか肩甲骨の疲れとして頭が間違えてしまうことが多いんです、はい、なのでしっかり、やっていきますが、私がわざわざ説明したってことは痛いんですよ。頑張ってくださいね。うわあ、やばいな、やばいこれ。うわよいしょ。やはり大きいところを緩めたので、細かいところを指で緩めていきます。はい。ここ。ここよく効くでしょ。また、はい。なんかじんわり聞く、ね、じんわり聞く感じです。そうそうそう、いや、そここっちか、そうですね、僕こっちでしたか。あ、痛い、痛い、痛い、これこれこれ。汗がすごい。汗がすごいでしょう。いや、お尻の筋肉とここからここまでくっついてますから、はいはい、ここがねものすごく効くんですよ。頑張ってね。頑張ってねっていうのがちょっと合ってるのかどうかわからなくなってきた。うわー、これこれこれ、うわー、ここ痛い。じゃあなんて言えばいいかな。耐えて、耐えて、そうっすよね。耐えてね。ファイト。応援ですよ、ね。応援です。あー痛い痛い痛い。そこ、これそれですね。今までね、なんかね、魚肉ソーセージのフィルムがついてた状態が、はい、フィルムがちょっと取れてくる感じ、はい、あー今のとこやばかったっす。今のとこらへん、この辺の、あ、あーやばい。玉ねぎの皮を剥いた状態。調理されてる。痛っ、やばい、足取れるっす。取れない。取ってみたい。まだ大丈夫だ。いけるじゃん。
言うんじゃなかった人。そうですね。えった。息止めちゃいますね。止めちゃいますね。それ取れるっすって。取れないっすね。取れる取れる。抜けそうになるっすけど。